思い出のガンプラキットレビュー集。機動戦士ガンダム。G アーマー。はい、バンダイお客様相談センターです。ガンプラのパーツを注文したいんで、在庫の確認をしたいんですけど。今から3ヶ月くらい前のこと。俺は、いつもみたいに YouTube の動画を作ろうとしてたのさ。今回は、144分の1スケールの G アーマーだぜ。早速デジカメで撮影してると、ふと気づいたのさ。パーツがついてないところがあるじゃないの。76番のパーツが確かにねえ。やりやがったなバンダイさん。いや、ちょっと待て。そういやこのキット、中古で買ったんだっけ？忘れてたぜ。参ったねえ。そんならパーツを注文しなくちゃいけないねえ。しかし、こんな古いキットのパーツなんてあるのかよ？しかも、76番のパーツは10円みたいだけど、今時そんなことがありえるのか？なんて思ったりしたもんで、バンダイさんに問い合わせることにしたわけだよ。ご請求をされるのは、どのプラモデルのパーツでしょうか？144分の1スケールの G アーマーなんですけど。144分の1スケールの G アーマーは、2種類出ておりまして、ハイグレード UC のキットでしょうか？いやー、古いやつなんだよねー。旧キット、パーツありますか？少々お待ちください。はい、ございます。60番以降のパーツは、在庫が少なめになっております。お客様がご請求されるパーツは、何番のパーツでしょうか？76番です。はい、76番のパーツはございます。キットの説明書では、10円になってるんですが。現在の価格は40円ですね。ご請求は以上でよろしいのでしょうか？そうだ。ガンダムセンチネルの、フルアーマーダブルゼータガンダムの説明書なんてありますかね？はい、ございます。80円になります。説明書のコード番号は、です。それでは、送料込みの合計金額は260円になります。部品注文カードと、説明書のコードを記載したメモ、250円分の定額こだわせ、10円分の切手を同封して弊社まで送ってください。最後に、商品開発の参考に、お客様の年齢をお聞きしているのですが、よろしいでしょうか？20歳だよーん。てなわけで、2週間くらいで到着したわけなのですよ。G アーマーとは、ガンダム史上初めての合体メカだよ。G ファイターとガンダムが合体して完成する、かっちょいい形態だったのさ。当時は、どっから見ても特攻機って印象しかなかったねー。ガンダムを仰向けにして合体するんで、なんというか、ライディーンのゴッドバードや、コンバトラー V のグランダッシャーにしか見えなかったものだよ。アニメの再放送なんて見ている時も、いつ体当たりとかするんだろう？なんてワクワクしていたものなのさ。当時は、週に一度は必ず、戦争ものの映画がテレビ放送されていた時代なんで、一目見やどんなコンセプトの機体かなんてわかるわけだよねー。合体するロボットは、当時のガキンチョの大好物ですぜ。給食で言ったらハンバーグクラスだね。でもねー、1000円も仕上がるんで、ガキンチョには高値の花だったものだよ。本当にね。G アーマー、G ファイター、G ブル、G スカイ、G スカイ EG の形態が再現できる上に、このキットについてるガンダムはねー、300円のガンダムとは、デザインが違ってたりしたものなのさ。胴体で二分割できるし、ガンダムの肩の関節も改良され、頭部とかビームライフルなど、細部のディティールも違ったんだよねー。どうせなら、股の関節もハの字にできるように改良して欲しかったよ。頭部のフェイス部分は、なんというか、評価が分かれる部分だったねー。じゃあ、欠点はというと、ガンダムを仰向けに合体させる設計なんで、うつ伏せにして合体した形態の、いわゆる、ガンダムモビルアーマーモードにはできないんだよねー。まあ、簡単な改造でできるようにはなるんだけど、当時は、あんまり人気のある形態じゃなかったんで、改造した作例とかは見なかったねー。このキットの最大の売りは、100分の1キットよりも巨大なコアファイターがついてることだったのさ。何それ怖い、あれは欠点でしょ？なんて言わないでちょうだいよ。すでに死んじゃってた UFO 専用のコアファイターなんて、揶揄されてたりしたもんだけど、機動戦士ガンダム第25は、オデッサの激戦で、マクベが発射した水素爆弾の弾頭を、ガンダムが切り落とすシーンの G スカイ EG には、とんでもなくバカでかいコアファイターがついてたんだよね。そのシーンを再現するには必須の存在だったのさ。コアファイターが巨大じゃないと、G スカイとかとのバランスが良くないって問題もあったんだろうけど、後発の250分の1キットがスケールに忠実だった分、かえってカッコ悪くなっちゃってたんで、これはこれでありだよねー。多分。みんなこのキットで遊び倒したものだけど、可動部分が貧弱だったんで、すぐ壊れちゃうのがたまに傷だったよ。やっぱり、G ファイターの形態で固定するのが定番だねー。ガンダムをまたがらせてさ。それには、プラモ教師郎でやってた。リックドムなんかの股関節を使用する改造が必須だったんだけど、足首の関節を回収してやらないと、接地性が悪いのさ。
G ファイターにガンダムを接着したジオラマとかが有名で、ガキンチョは痺れたものなんだ。それにしても、マスターグレードの G アーマーは、もうちょっと安くできなかったのかなー。